国道23号からの分岐点30県津市、川毛町中瀬交差点国道306号終点滋賀県、彦根市街町交差点国道306号は、三重県津市から滋賀県彦根市に至る一般国道である。三重県の県庁所在地である津市の国道23号上にある立誠中山町交差点から、伊勢平野と鈴鹿山無役登録に沿って、 三重県北部を南北に縦貫し、鈴鹿山脈の北部にある倉掛峠を越えて、滋賀県の東部に位置する彦根市を走る国号8号交点とを結ぶ延長約 90km の一般国道の路線で、主な通過地は、三重県津市川毛町、亀山市、鈴鹿市、四日市市、三重郡小物町、稲部下安町、北勢町、藤原町、滋賀県犬上郡多賀町である。 亀山市小物町間にかけては、純県街道の別名がある。起点の立誠中山町交差点から国道23号、分岐である中瀬交差点まで国道23号との、徴用区間で、中瀬交差点以北が実演長区間となる、単独区間である。三重県側は、東名阪自動車道と、滋賀県側は、名神高速道路へ連絡しており、前車は、鈴鹿インターチェンジ。 校舎は彦根インターチェンジで高速道路とアクセスする。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく、一般国道の路線として、1969年12月4日、政令第280号の交付によって第一次、追加指定され、翌1970年4月1日施行によって、 国道になった路線である。三重県道、滋賀県道津彦根線が一般国道に昇格したものである。1990年代に入る頃までは、三重県、滋賀県間の倉掛峠周辺に未舗送区間が残っており、1993年頃の当時では、近畿地方に残る貴重なダート国道として知られていた。2車線幅あったダート区間は、 平成時代になって舗装化されて、現在はすべてが舗装路となった。鈴鹿山脈を横断する国道306号、倉掛峠の西側2016年3月の大雨で倉掛峠の滋賀県側にて、乗り面が3カ所崩落したため、倉掛峠を通り抜ける通行はできなかったが、二千十九年五月十九日より通行可能となった。二千十二年九月には、 平成24年台風第17号の影響で大規模な崩落が発生し倉掛峠周辺が2年以上も通行止めになるなど2012年以降は大半の期間が通行止めになっている。例年鈴鹿山脈の倉掛峠周辺の区間は冬季閉鎖となる。閉鎖期間は概おおね12月上旬から3月下旬。ありがとうございます。